ここのところはちょっといい馬が出てきていないという感じ。いい馬というのは殿堂入りするくらいの馬というか、凱旋門賞に出るくらいというか、そのくらいです。すごく強い馬ではなかったですが、アーニングインデックスが2を記録したキュデナムキングの子供が現れました。まだまだ強いレベルではない馬ばかりなので、これからでしょう。まずは安い種5馬の中では貴重な実績 B の馬、サクラロータリーです。安定も B なので、やや期待が持てるかもしれないというパラメータです。母馬はロイヤルシュプール、スピード82、スタミナ88あります。アウトブリードで親に効果狙い、両親ともにスピードアップなので、スピードが若干上がるのは確定です。この配合から生まれた馬の売却価格は1100万でちょっと低いと感じますが、どうなるか気になる。コメントと体重ですが、体重は軽めで、スピード、スタミナ、そして丈夫の3つでした。入厩したのは6月2週、普通遅めで体重が軽い。1100万円、まずまず走るかもしれないなという印象です。程よいレベルの普通遅めなので、序盤はあまり強くなく、印は薄めのスタート。6戦して2勝、 G2 に挑戦しますが、全然ダメというレベル。本格化するまで1年はかかりそうです。その後4歳の冬、スプリンターズステークスに出走し、期待ができる印をつけます。しかしこのチャンスを逃しました。結構良い印だったんだけどな。ここは6着となりました。サクラロータリーの子供、サクとは違うのだ。4歳までの成績は12戦4勝、5歳からが本番でしょう。5歳の春、ようやく重賞レベルに到達した。サクとは違うのだ。大差での勝利、 G1 でも通用する可能性は感じました。そしてようやくこの馬が花開いたのが5歳の冬、スプリンターズステークス。一番能力がある印がつきます。最後垂れたんですが、なんとか持ちこたえ、 G1 初優勝となりました。他にもチャンスはありましたが、結局 G1 勝利は一つのみに終わり、29戦11勝、4億6000万ほど稼いでいました。現役は6歳年末まで、典型的な普通遅めの馬でした。 G1 と G2 が1勝ずつ、G3 が2勝という成績でした。アーニングインデックスは 0.98、 ほぼ平均ですね。4億6000万円稼ぐと平均的になるというところです。勝率は3割6分4人、4割に届くのか、これも気になっております。次はグレートローマン。よりスピードアップの効果があるインブリードが発生した配合にしました。実績 C 安定 C が問題です。牝馬はロイヤルシュプール、オーエンテューダーのインブリードは初めてかもしれません。かなり優秀なインブリードになりましたが、売却価格は1500万、やや高めに思えました。体重は軽めで、丈夫のコメント、スピードと、そして早熟のコメントがありました。早熟が出ちゃうと、これは走らない可能性がかなり高くなるので、出てほしくなかったコメントです。その後デビュー、名前はグレートローマンの子供、グレートサイヤマンと名付けますが、スーパーサイヤ人になる力はなさそう。かろうじて
3歳の牝馬 G1 で人気を取りますが、スピードが足りなさそうな印。買って欲しかったですが、見せ場なく8着に終わります。その後、4歳の秋華賞、この馬のピークはここだったと思います。大外からじわじわ追い上げるグレートサイヤマン、しかし届かず2着に終わりました。これがピークだったということは、そうです、 G1 勝利はできずに引退となりました。最終成績は15戦3勝、1億7000万ほど稼いで終わりました。 G2 と G3 を1勝ずつで、3勝しかしていない割にお金はそこそこ稼いだかなという感じです。アーニングインデックスは 0.37 でちょっと厳しい数字、さらにはちょっと勝率が下がっています。3割6分、次にいい馬が出てこないと3割5分台になってしまいそうです。次はカッティングブレード、短距離タイプの種牡馬で実績し安定し、アウトブリード配合になりました。狙いとしてはスピードが乗ってほしいという感じです。使用するインソムニアのスピードが90、短距離種牡馬、母にならスピードアップと希少難、この際それでもいい。売却価格は1800万と高め、体重が軽くて早熟じゃないなら超大物ですが、そんなうまいこといかないでしょう。コメントはスピードのみでした。体重は重たいですが、早熟じゃなかったのはプラス材料です。4月1週に入級となったので、典型的な普通ということでデビューへ。カッティングブレードからのマッチングアプリと名付けた馬の新馬戦、ちょっと辛い印が出ております。さらに皐月賞も出ますが、無印、世代が悪かったですけど、それ以上に能力が物足りないか。それでも4歳に出走したダートの G3 ネギシステークスで印が一番よく、ダート適性はありそうな匂いを出します。これを2馬身差で勝利、勢いに乗ったマッチングアプリ、マイル G1 に出ます。4歳の冬、いよいよ G1 でチャンス到来。スプリンターズステークスで2番目にいい印をつけます。最後お互いスタミナ切れでしたが、ギリギリでマッチングアプリが優勝、 G1 初制覇となります。できれば G1 一勝で終わってほしくないと思っている中で、5歳へ。その最大のチャンスは5歳のマイルチャンピオンシップ、しっかりとした一番人気となり、最後に差し切ってゴール、 G1 に正目を飾りました。6歳の5月まで走り、大怪我を負ったところで引退、23戦中1勝、5億ほど稼いで終わりました。自己採点はこんな感じで、スピードは少し光るものがあったかなという感じです。スタミナ、勝負根性はあまりないですが、短距離で強さを発揮したので OK ですね。アーニングインデックスは 1.11 でやや平均以上となり、
勝率は3割6分4厘に上昇、3割5分に落ちる危機を脱出して終わりとなりました。今回はここで終了します。とんでもない馬お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。